MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっと変わったところで、私がとても重宝している道具を紹介したいと思います。道具というかこれなんですけれども、薄め液のようで薄め液でない新溶媒液というアイテムなんですけれども、使ってらっしゃる方多いかと思いますし、初めて見たという方もいらっしゃるかもしれません。何がいいかって、カチカチになってしまった塗料が復活するからなんです。ちょっとアングル変えてみますね。はい、ここにですね、2本の塗料瓶があります。で、いずれもミスターホビーですね、クレオスのラッカー系の塗料で、こちらはモンザレッド、こちらが明海白色ということで、いずれもエルガイムマーク2を作るときにちょっと使ったり使わなかったりっていうような感じ、特にこの明海白色はそうだったんですけれども、モンザレッドはちょっとね、足したりっていうところで使ったぐらいなんですが、これね、ちょっと近づけますけど、ほら完全に糸引いてドローンとなってるんですね。ほら、水飴みたいになってる、わかるでしょ。でこういう風になったことある方多いと思うんですよ。蓋がちゃんと閉まりきっていなかったりとか、使い切って残りが少なくなってくると結構こういうことってあると思うんですよね。でこれぐらいだとまだもう割り切って薄め液でダーッと薄めてしまえば、使えなくはないのでいいんですけれども、問題はこっちなんですね。この明海白色の蓋を開けて、見た感じなんともなってないかなということかもしれないんですけど、ひっくり返しても何にも出てこない、全く液が垂れてくるという感じでもないんですね。完全に固まってしまってるんですね。でこれではダメだと。でちょっとこれ竹串でつついてみますけど、はい、もうついた跡が残るぐらい全く来ないんですね、こっちに。もうはい、完全に固まってしまってます。で入ってる量も少ないので、もうどうしようもないかなと。でもこれぐらいだともういいかって捨てちゃうかなっていうところなんですよね。でまた新しく買えばいいやみたいなところで、実際買ってきて、塗ったんですけども、だからもうこれ処分でもいいんですけど、そういう時に活躍するのがこの新溶媒液なんですね。例えばこれね、使用方法書いてあるんですけども、字が小さいですから読みますが、粘度が増して水飴状になっている場合はミスターカラー2に対して新溶媒液1の割合を限度に加えてください。で、塗装に適した濃度にするにはミスターカラー薄め液を加えてくださいということなんですね。だからこれで例えばエアブラシで拭けるぐらいまでシャバシャバにするという使い方をするのではなくて、あくまでも元々の買ってきた時のレベルですかねに戻すのがこれだと。そこからさらに希釈してエアブラシで拭くぐらいシャバシャバにするのは通常の薄め液を使ってくださいということなんですね。だからそのあたりが結構ごっちゃになる要因というか、私もそこまで詳しくは知らないんですけれども、そういうことなんだなと思って使い分けております。で実際に今からこれ入れてみたいと思います。こっちが水飴状でも、こっちも完全に固まっている場合、は、乾燥して固形になっている場合はミスターカラー1に対して新溶媒液1の割合を限度に濃度を確認しながら加えてください。で、こちらも塗装に適した濃度にするにはミスターカラー薄め液を加えてくださいとなっていますの で、 さらに書いてますね。完全に固まっているミスターカラーの溶解には時間がかかります。新溶媒液を少しずつ添加して徐々に濃度を下げていくようにしてくださいということになっております。新溶媒液を入れすぎた塗料はプラモデルを溶かしますので入れすぎないようにしてくださいということはですよ、いわゆる
辛辣成分が強いという解釈でいいのかな、プラスチックを溶かしますよっていうことなんですね。薄め液ももちろんあのプラスチックを若干ながらこう溶かして食いつきを良くしているはずなんですよね。あの塗料というのは、塗料というのはね、そういう性質持ってるはずなんですが、それでもそんなね注意してくださいっていうレベルではないと思うので、これを入れすぎると何がまずいかというと、そういうプラスチックの表面を犯してしまうほどの、ということはあのツールウォッシュと一緒かもしれませんね。ツールウォッシュもかなりきついので、そのままプラスチックに吹きつけると塗料というかそのプラスチックが溶けてしまうかもしれないというようなことが書かれていたかなと思いますので、ではですね、こっちは水飴状ですので、水飴状の場合はカラー2に対して溶媒液1ですから、これの半分以内で収めとかないといけない。そんなにたくさん入れちゃダメってことですね。あのこれに沿わして入れていきます。ちょっと絵面的には分かりにくいですが、はい、入れてみました。あ、ちょっと多いかも、あ、そんなことないか。塗料2に対してこの新溶媒液を1ほど入れてみたかなという感じになってます。で、これでね今かき混ぜているんですが、棒でもう早速このなんていうか、ドロドロっとドロドロっと水飴だったのが元の塗料の粘度というか濃度というか戻りつつあるのが分かります。はい。でまあ、このままかき混ぜていてもいいのかもしれませんが、私の場合はもうあのこの状態で一晩置いておきます。もちろんあの蓋をしたまま、開けたままじゃダメなので、蓋をちゃんとしてこれで朝まで置いておきます。またどうなるか結果は朝見ることにしましょう。でこちらに対しても一緒なんですけども、こちらは1対1まで完全に固まっちゃっているので、1対1ちょっと多めということですね。まあ、あの様子を見ながら少しずつ入れていこうということにはなっていましたので、残っている塗料の量が分かりにくいんであれなんですが、今で1まで、ちょっと足りないかなぐらいなので、もうちょっとこれでまあ1対1ぐらいかなと思います。今かき混ぜようとしても全く受け付けない状態で、もうね上積みというかあれ状態になってますので、もうこのまんま閉めて一晩置いておきたいと思います。でこれでどうなったか確かめてみましょう。それではですね、一晩経ちましたのでどういう状態になっているのかチェックしていくことにしましょう。全く触っておりません、あのままです。で、まあこれまでしまして、まずは水飴状になっていたこの赤の方から見ていきましょうか。モンザレット、よく使う色なので、お、開けた感じは滑らかそうですよ。入れてみますね。お、はいはい、おー、こんな感じになりました。まあ、もうちょっとこう、軽く混ぜたらさらにこう、トロトロになりましたね。ドローンという感じだったのがありません。でもうこれだったら多分か、まあ、買ってきた状態からするともうちょっと緩い方がいいかなって感じもしますね。まあ、もうちょっと足しても良かったのかもしれませんが、全然これで使える状態になりました。さあ、そして問題のこっちですね、明快白色、全くカチンコチンになっていて、そこにこの溶媒液を入れたままにしておきました。開けてみました。あれ見た感じ上積みそのまま透明ですね。混ざってんのかな。あー、一応ね表面は溶けてます。ただ底の方まで一気に溶けているかと言われるとそうでもないんですね。
やはりちょっと時間をかけて少しずつっていう説明書というか、ここに書いてありましたね。完全に固まっているカラーの溶解には時間がかかりますと。で、少しずつ点火して徐々に濃度を下げていくようにしてください。もう中までこう染み込んでいかないですもんね、そんなね。だからまず表面がこう溶けて、でこうかき混ぜることでそこをきれいに溶かしてあげて、また放置しておくという感じでしょうかね。でこれを何度かやっていくうちにこう溶けてくると、もう実際かなりこうね、明快白色という感じになってきました。ただこの状態で見てると、薄め液を無理やり入れてこう溶かそうとしたことありませんか？なんかその状態に似てますね。こう固まった塗料を薄め液で無理やり溶かそうとしても、まあ、なかなか綺麗に溶けないっていうことなんですよね。そのためにこの溶媒液っていうのが、出てきたということだと思いますので、まあ第一段階としてはこれで OK かなという。まだそこまでは、でもね、これそこかな、もう。うん。この中央のあたりはもうそこに当たってる感じもします。ただまあまだいくらか固形物が残ってますんで、まあ念のためにというか追加でもうしばらく置いておきます。今が朝なので、これを夕方までというかね、置いておこうかなと思います。でもこっちはだいぶシャバシャバにはなってるんですけど、まあもうちょっとだけ足しとこうかな。あんまり足しすぎるとそのプラスチックを犯すということもありますので、この程度かな。うん。要は買ってきた状態にというかね、サラサラってなってる状態ですよね、新品の塗料。それを目標にしてましたので、これぐらい、こんな感じこんな感じこんな感じ。うん、いいですね。ほら、もうこれでこの赤の方はもう完全復活と言っていいですね。でこれでもうあと使うときは通常薄め液で、お好きなようにシャバシャバにしてあげて、エアブラシで拭くとか筆で塗るとかしたらいいかなという状態になりました。ということで、あとこちらだけね、もうちょっと置いておきましょう。せっかくなので赤を試してみようかと思います。ちょうどね、スコープドッグ作ってる途中なんですけど、ここのレンズのところ赤く塗るために、まあモンザレッド必要と思って探していたんです。そしてこれなんですね。もうこの状態でそのまんま筆塗りをしていきたいと思いますので、特に薄め液などは使わずもそのまんまです。で、物が小さいので集中して、ちょっと小さいんで分かりにくいんですけども塗ってみました。はい、普通にね使えてますんでいいかなと思います。さて、結構時間が経過しました。この明快白色ですね、新溶媒液を入れて一旦混ぜてまた放置しておきました。蓋を開けてみますと、やっぱりね、かなりドロドロになってますね。うん、もう完全にそこまでいってます。うん、で、うん、完全にこうシャバシャバした感じ、シャバシャバというか、買ってきた時の新品のようなトロトロ感というか、さらっとした感じになりましたね。もうこれで完全に復活したと言えると思います。でここから実際に使うとなると、まあ、筆で塗るとか、ここから薄め液でさらにシャバシャバにしてエアブラシで拭いていくっていう感じですよね。そういう感じになるかと思います。
ということで今回はモンザレットとそれから明海白色の2色、家にあったちょっとそのままでは使いにくくなっていたこの2つの塗料なんですけれども、見事にこの新溶媒液を使って復活させることに成功しました。こういうことでね、お手持ちの塗料を最後まで使い切ってコスパよくプラモデル楽しみましょう。